じゃあ少し証しを私の妻がしたいと思います。皆さんこんにちは。こんにちは。次はですね、3曲目は愛の言葉という曲を、うちの主人が作った歌なんですけれども、歌う前にですね、私の証しを話したいと思います。なさんと僕にね、あっちそれやをそれでちむเสียอันนี้ทุกลูกทาราพิบาลเลยแล้วมาสู่กินเชิงตัวด้วยมั้งจะมาอันนี้เนี่ยต้องไปขันชิมาเลย私は今今日こうしてこの教会に賛美に導かれました。そのことを神様に心から感謝しています。พี่พี่อาเชียงอ่ะเสียมาที่เคสูก็เลยมุ่ยทาราติมจ่าที่บ่าวทีนี้เสียมาปาลาเมลูจะมาเลยมาเชิมูอ่ะมาเชิมาไปพี่อาเชียงเจสูรออาเพียทีเนี่ยวดูดีกว่าヤシラララピアシモチーズのチームまで。私はですね、主人とあと2人の子供がいます。そして、今日は3人のゴスペルシードの賛美のチームで、来ていますが、これは私にとって全部イエス・キリストがくださった奇跡なんですね。ちまろでゴスペルシーアポイネーネーボーピアシンがペアテリアラピアシンでカウンジーミングがあるペパーネーというのは、私はですね、本当に小さい時に筋肉の破壊される病気になりました。シャマーニングエロンガネアチョーヨーガネパテテウィルナゴと観察ケヤバネ。立つこともできなければ歩くこともできない、寝たきりで、将来本当に長生きすることもできないような病気です。他のレミアブ、ランシャオのレミアブ、メラエヤボマ、レレオネビマ、ナウラメチェンバモ、プロレスラボ、メラセンサイネ、ペシンケアレチェンバレ。5歳の時にその病気になりました。何にチェンガネサイマエティブリナウと観察ケアバレ。そして教会幼稚園に行っていたので、イエス様のことを聞いていました。エリチェンマピアジャンとこ幼稚園もノカリ幼稚園マピアへ顔面チェンコとチャーサービチャーディケアピテ。家族もお父さんもお母さんも、そして病院の医者も助けられない世界があることを私は知りました。ミタスセミョメタやシアウェネアロハトゴマケテナイラオンチェンリピケバレ。でもイエス様なら助けてくれる、そう思いました。だべめ、ピアキン、イエシュバスイエト、トゥゴケテナイメ、ピョケゼナイメ、ソラトゥ、ナロナレマ、カンサケアレ。日本は教会がとても少ないので、神、イエス様のことを伝えてくれたり、また行くことがすごく難しかったです。ジパンナイガンが、ピアジャンがネバーレアトゥエボノ、ピアヤカオメチンゴ、ピョピアナイメ、ルウィ、ピアン、アニューマシレカマ。チャーティフォアとと聞けなわね。二十歳になった時に私は初めて教会に行きました。20歳ティレカマパトマウソンピアジャンゴトヨシヘラピテ。そしてイエス・キリストに本当に信じて出会った時から、私の人生は180度変わりました。ピアシネトゥイソンビマトゥセマイエテタシセティアシセヤカイノピアンレイドワハイノピバネ。病院の先生は結婚することも子供を産むことも全部無理と言いました。シアウェイガトゥオレムチャヤウレチャビメレトゥオカレームウィロンビヤウソビマトゥオロンワタミチャラピバレ。両親もとても反対しました。ミバリレタミチェ。そしていつもこの一人で生きていかなきゃいけないという圧迫、恐れ、そういうものを抱えていました。アミエラタヤウテでも神論ビアブソレハオミエラチョウユソネと信じられてて。しかし神様を信じてからイエス様がくださった私の人生は、諦めていたものすべてがそこにあるものだったんですね。ピアゴユジビロナバイマトゥエタタガアロアタタアロがレショチェムホウベセレイテシンボチェンピケバレ。イエス様を信じてから私はその悪い病気完全に癒されました。ピアゴユジチンチェガネサビマトゥエディヨガウェデナーロンロンピョンピンドアゲバレ。そして今ですね、上の子が、11歳、チェガサネネピバワビ、
子供を無理と言われましたけれども、この子が与えられたことだけでも神様に感謝しています。子供を無理と言われましたけれども、この子が与えられたことだけでも神様に感謝しています。子供を無理と言われましたけれども、この子が与えられたことだけでも神様に感謝しています。一人与えられただけでも奇跡でしたけれども、神様の計画は2ヶ月前にもう一人産みました。この子はまだ早く生まれてしまったので病院に入院しています。私は、病気でしたけれども、イエス様を信じて完全に病気が癒されて、そしてこの体で、そして家族で、そして、メンバーでですね、世界中にイエスキリストを賛美を通して伝えなさいと神様に言われています。なのちゃんべめれぴやつけんしまもの、とやちゃちゃあぴっていうメンバーグループあぴぽの、てかばろまぴやつけんや、エミリティアゴ、ギョーザバー、そこまピアシマトゴ、アメリティアピチネ。目に見えない神様は、生きて、確かに力を持って働いてくださいます。ね、ロンネ、ミネライネ、ピアシケンは、チェチェネタネトゴ、ゴニマサキのピチネ。人の言葉と計画、それから神様の言葉と計画は、全く違うことがあります。ユリエジャンシラネ、ピアエジャンシラ、ロンロンゴイビアラピバレ。私たちはこの生ける神様の言葉を信じて、これからも祝福をいただいていきましょう。つまり、ピア、ロンネでピアリング、ディネディティが、オウィマ、ジョンジーソワーズね、ピアシエ、エウィギリティエ、ディディンスラーゴ、ホピョマピバーね。愛の言葉。